前回事業アンケートに答えてもらって非常にも僕また勉強に毎回アンケートを勉強本当に勉強になるのでもう毎回やってもいいぐらいなんですけど、ね、他の事業と比べてなんか新しい概念が次々出てきてしんどいっていう声があってまあ最もだと思うんですよね。高校の時と違って1個の定理があってそれをいろんな方法で練習するっていうんじゃなくても1個の授業で何回何個のものが出てくるからね。だから僕もなるべく無駄なことを言わないようにとは思ってる。無駄なことっていうのはそれほど大事じゃない概念は捨てるようにしてるんだけど、それでも2年以降につながる必要性からやっぱり結構ものが多くなってしまうんだよね。だからちょっとそれはある程度そういうものだと思ってもらわないといけないかも。もう高校の時みたいに1個定理が出てきたらそれを10回も練習するようなことはもうできなくって、2回ぐらい練習したら分かった気分になって、あとまた現場で使う時に、やるっていうのに慣れてもらわないといけないかもしれないですね。みたいな話を今したのはここでもう一個新しい概念が出てくることに対する言い訳なんですけど、マクローリン展開というものがあります。だけどこれは恐れるに足らない。まあこれほとんど言葉を言いたいだけなんだけど、さっきからさ、x イコール a における n 次のテーラー展開っていうのが先週習った基本形じゃん。でね、今日やったのはね、n を無限大にする、つまり n 次のところで打ち切りじゃなくて全部こうシグマ記号で足してよっていう指示を出すための言葉が x イコール a におけるテーラー級数だって言ったじゃん。だから別に新しい言葉が出てきても恐るに足りなかったわけね。級数とか定理でも要するに n イコール無限大の展開というふうに置き換えればよかったわけね。本当は数学的にはちょっと意味合いの違いがあるんですけれども、まあそう思ってよかった。で、マクローリン展開、マクローリン級数っていうのは何かっていうと、実はここにあるんだけど、これは何のことはない。 a イコール0と置いたものを n 次のマクローリン展開という。さっきからさ、 x イコール0におけるテーラー展開ずいぶんやってるよね。x イコール0におけるやつが結構大事なのよ。だからもう x イコール0におけるっていうのが面倒なので x イコール0のやつのことをマクローリン展開っていう言葉があるのよ。x イコール0っていう部分は減ったけど、マクローリンっていうのはテーラーに比べて長くなったから何やってるのか分かんないですけど、歴史的に使われてる言葉なんでみんなちょっと受け止めてそれを。まあすごい歴史的に語ると実はマクローリンの方がテーラーよりも前にこの関係のことを発見したので、というやむを得ない理由があるんですけどね、もうみんな使ってるんで。で、こっちの級数の方も a イコール0と置くと、マクローリン級数となるわけね。じゃあ例題で、今まであんまりなかったパターンなんですけど、ちょっとみんなノートにやってみよう、この問題を。 fx イコール
1-x分の1のマクロ連休数を求めよう。ちょっとみんなノートにこのノリを真似てやってみて。いいかな？マクロ連休数って言われたから、今までがみんなよく知ってる言葉に翻訳すると、x イコール0における無限次のテイラー展開のことなわけね。だから、ここで0回微分、1回微分とかやったんだけど、これ無限回微分までやってみて、で、a イコール0を代入して、この形を組み立てろっていうことなんですね。ちょっとみんなノートにやってみようかな。いいかな、 1-x分の1を微分すると、そんなのは3回目の授業でやったわけだけど、合成微分だよね。合成微分で 1-x の2乗分の1とかになったりするわけね。だからまずみんなこういうことをやってほしいわけね。ここの空欄を埋めろなんだけど、 f0x は1-x分の1、 f の1回微分2回微分ぐらいはどうか様子を見る。でそれに0っていう値を入れる。まあ、ここはできるね。 x に0を入れるから1だね。ここがどうなのかやってみる。まあ、ここで使いたかったんでね、あの n 回微分を求めなさいみたいなのを事前に微分のところでやってたわけなんですけれども、もうなんかすごい早く飛ばして計算してる人もいる。素晴らしい。どうですかね、1回微分すると x 分の1の合成微分だと思っていったらいいですかね。 x 分の1なんだけど x のとこに 1-x が入ってるみたいな。だいたいパターン読めましたね。1回微分すると x 分の1の微分はマイナス 1-x2乗分の1、 また字が小さくなったんだけど、1-x2乗分の1なんだけど、ここのマイナスが前に出てくるからこうなるわけね。1回目はね。でもう1回微分しようと思った時に、もう一回 x 分の1を使って近む、合成微分やろうとかって思うと、泥沼にはまるわけで、僕はわざわざみんなを間違わせるようにこんな書き方をしたわけですけれど、
こういう、ね、僕分数の横線嫌いだって言ってたよね。わざとちょっと今それを使って書いたんだけど、これはまあこうやって書いたらよくわかるわけね。そうするとここはマイナス1から1個下がるからマイナス1が出て 1-x のマイナス2乗となるわけね。このマイナス1は、このマイナス1が出てきたのがこのマイナス1ね。さらにここのマイナスが合成微分で出てくるからかけるマイナス1があるわけね。もう一回やると、これ、マイナス2が前に出てくるから、マイナス1、マイナス2、1-x、マイナス3乗の、マイナス1、2乗だよね。もう一回これが出てくるからね。もう見当つきましたね。次は、マイナス1、マイナス2、マイナス3の、1-x の、マイナス4乗の、マイナス1、3乗。ということは、これは、ここで x イコール0を入れると、超簡単になってしまって、というのはこの 1-x のとこが1になるだけだから、1、1、2、3…。要するに、まあ、k の階乗だっていうことがわかるわけね。一回微分するごとに、肩が降りてくる。というわけで、答えは、まとめて書けばいいんですけれども、ここで衝撃の事実発覚。みんなは中学校からテーラー展開を知っていた。でここでジャジャーンみたいな音楽がかかる装置を今ちょっとアマゾンで探してるんだけど、なかなかないんだけど、なんですよ。要するに答えは 1-x の、これは k イコール0から無限大のこうだよね。これ約分できるから、こういう簡単な形になるわけ。で、これはエクスポーネンシャルと並んで覚えてほしいんですけれども。あの式って中学校とか高校とかではなんか名前ついてたかな。むしろね、右辺を計算すると左辺になるっていう形でみんなは知ってると思うんだけど。いや、思いつかなくてももっともなんですけど。はい、X じゃなくて多分みんな R っていう文字の方が慣れてると思うんだけど。1たす R たす R2 乗たす R3 乗たす…。R だけ利子がつくような場合、あ、違うかな。利子がつくような場合の式。これって無限次までいくとこうなるよね。これは、要するに、等比級数の等比級数の公式なの。覚えてますかね。これが n 項目で終わると 1-r の n 乗とかなるような、 n たす1乗とかなるような公式があるわけですけど、この公式っていうのは実はこの 1-r 分の1のテーラー展開がこうだっていう公式だったのよ。というわけでこれ覚えられるでしょ。テーラー展開についてはこれとこの、これとこれの2個の式は、あ、これじゃないかな、これとこれの2個の式はバッチリ覚えておいてほしいですね。
これは教科書で言うと74ページに書いてある。あ、ごめん、ちょっといろいろ言うの忘れてて申し訳ない。でね、この授業ではあまり真剣に言わないんだけどね、テイラー展開って限界があることがあるのよ。この等比級数の公式ってさ、R が1より大きいとダメだよね。R がさ、1より大きいと次々大きくなってって発散しちゃうから、この公式って R の絶対値が1未満の時しか正しくないっていうのを習ったと思うんだけど、実はこのテイラー展開、テイラー級数も、X の絶対値が1未満でないと正しくない。のよ。で、実はテイラー級数ごとにどの範囲で正しいみたいなことがあるんだけど、この授業ではそれはちょっといい加減にしてます。あの、将来情報メディア業界の専門で困った時にちょっとまたそれは戻ってきて考えてみて、教科書にはバッチリ書いてあるんだけど。